どうもー。はい、YF 様届きました。上げていきたいと思います。届きましたよ。この手紙に何を書いたのかなっていうところですね。手紙が入っております。吉谷様、これはバレンタインチョコレート、ありがとうございます。チョコいただきました。バレンタインチョコと、お、これなんだ、これなんすかね、これなんだ、なんかオシャンティーな感じで、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、え、まさかの、まさかの元気玉ボクサーブリーフ。ワイフさん、僕あの元気ですよ、大丈夫。まさか YF さんからこうパンツもらうとは思わなかったな。こんなのあるんですね、元気玉、ありがとうございます。いや、僕ね、あの元気玉しなくてもだいぶ元気なんで大丈夫ですよ。ありがとうございます。みんなこのオラにほんのちょっとずつだ元気を分けてくれ。いや、だいぶ元気、今ビンビンですから毎日。ありがとうございます。もうさらにビンビンになっちゃうな。まさかのちょっとボクサーブリーフ来ましたね。からの、あ、わかめスープいただきました。わかめスープありがとうございます。これね、めちゃくちゃうまいですね。からの金麦、あ、金麦オフ、金麦オフと喉越し金麦、喉越し金麦ってあるんですね。で、あとは桜バージョンの金麦いただきました。あざーす。ということで、これいただきましたけれども、問題はこれですよね。 YF よりこれ公開しちゃっていいのかな。ちょっと読んでみて、公開できそうじゃなかったらちょっと公開しないね。なるほど、これは公開して OK ですね。吉谷拓郎様、寂しい時、辛い時、今日からは孫悟空に支えてもらってください。 YF より、なかなかファンキーな手紙やな。ありがとうございます。元気玉に支えられますよ。ちょっと待って、いや、今ね、僕トランクスなんですけど、これがどうすか、 YF さん元気。これなかなかファンキーなの選んできましたね。あざーす、はい、ありがとうございます。いや、まさかこれはちょっと想定外ですね。ありがとうございます。こっぱずかしいですね、これは。ありがとうございます。はい、ということで YF さん、無事わかめスープいただきました。これね、ほんとうまいっすよね。これマジで神がかってて、このメカブが、多分メカブとクッキー入ってるんで、これマジでうまいっすね。これはなかなかうまい。あとね、金麦もいただきました。あとチョコレートもいただいてますので、チョコレートも食べたいと思います。チョコさん、はい、チョコさん、あざっす。いや、バレンタインチョコレート俺もらってねえんじゃないかな。 YB さん初めてかもしれないですね、バレンタインチョコレート。ありがとうございます。まあ、ということで、寂しい時、辛い時、今日から孫悟空に支えてもらってください。支えてもらいますよ、孫悟空に。はい、いやー、 YB さんだいぶこのセンスが磨かれてますね。手紙、何の手紙来るのかなってちょっと思ってたんですけど、いや、まさか
孫悟空に支えてくれっていう手紙が来るとは思わなかったですね。いや、今ですね、ちょっとね、あれなんですよね。部屋が超汚いんですよ。で、掃除。孫悟空のトランクス着たら、ボクサーブリーフ着たら、元気に部屋の掃除できるかな。もうね、東京から帰ってきて、部屋がとりあえず汚い。東京からね、荷物持ってきたんですけど、ちょっと。そんな感じでも、部屋が汚いんで、ちょっとね、泣いてるんですけど、こう掃除どうやろうかなっていう。ちょっと泣い中です。まあ、そんな感じですけれども、まあ、明日ね、これはまあ、わかめスープは、餅がいいので、まだちょっと、取っとこうかな。うん、明日もね、料理動画ちょっと作ろうかなと思いますけど。料理動画明日作るかな。まあ、鹿児島帰ってきてからすぐ料理動画撮ったりとか、まあ、いろいろしてたんですけど、今日もね、超動画アップした。すげえ疲れたんですけど、すげえ喋りましたね。今日車がまた動かなくなって 動かなくなったから動画撮りまくったんですけど、めちゃめちゃ動画撮った。まあ、これも動画撮ってますし、この後また動画撮るんですけど。いやー、ワイヤさん。どうも、ありがとうございます。いや、どうしようかな。こうホワイトデー、ホワイトデー過ぎちゃいましたね。すいません。ホワイトデー過ぎちゃったな。まあ、今度ですね、車も直ったんで、長崎寄りますよ。長崎。うん。そう。今度、来月ですかね。来月僕、また、全国セミナーまた回るんで、また車で移動するんですよ。で、まあ、福岡通るんで、福岡から長崎の方にちょっと行きますよ。うん、来月。熱海合宿に向けて、まあ、車でまた行って、また熱海合宿終わってからまた関東回って、東北回って上行くんですけど、まあ、そうするとだいぶまた鹿児島から離れちゃうんで、全国セミナー回る前にちょっと長崎寄りますよ。うん、まあ、いただいてますから、まあ、なんかご飯一緒に、食べましょうか。あそこの定食屋うまかったですよね。まあ、ご馳走させていただきます。ささやかでございますが、はい、そう、対談もし、あれだったら、前もね、対談動画撮りましたよね、あそこのカフェで対談動画。まあ、多分もうだいぶ、あの時はちょっとね、多分長崎で対談動画撮った時は多分ちょっと恥ずかしい感じだったと思うんですけど、今はもうさすがに大丈夫じゃないですか。多分台湾動画撮ってもう多分余裕ですよね。もうだいぶ動画撮ってるから、あれから結構経ちましたよね。うん、このシリーズも結構ねやってますけど、ありがとうございます。じゃあ4月の、まあ、22日から熱海合宿なんで、その前には立つと思うんで、4月22が熱海合宿なんで、4月の多分中ぐらいですかね。うん、4月の、10日あたりぐらいからこう出ると思うんですよ。あ、違うか。15、16、17、18、19とかあたりですかね。まあそこら辺で15、まあ4月の中間あたりで、もしあれであるならば、もし予定が合うんであれば。では、今回ありがとうございます。本当に。まあ、ずっと用意してくれて、押し入れにね、しまっててくれたみたいですけど、まあ僕が鹿児島帰るのが遅くなっちゃって、ついに送っていただいて、はい、今日の多分お昼ぐらいに着いたかな。結構やっぱ長崎から鹿児島だから結構早いですよね。はい、今日お昼ぐらいに着きました。はい、ありがとうございます。まあ、お昼ちょっとタバコ買いに行ったんですけど タバコ買いに行ったつもりがまさかの
まさかの展開で もう夜になっちゃったんですけどね、開けるのが。本当ね、10分か20分ぐらいちょっと出て、ちょっとこう、まあ、帰ってこようかなと思ってたんですけど、そんな感じです。いやー、人生って何があるか分かんないですね。YA さんもまさかトランクスのボクサーパンツを吉谷さんに送るなんていうのは夢にも思ってなかったですよね。人生何があるか分からんな。ということで、今後ともよろしくお願いいたします。はい、まあ、長崎寄らせていただきますので、まあ、あとはまあ全国セミナーが終わってちょっと一段落したら、まあ、ぜひですね、一緒になんかタイアップでセミナーとかできればなと思います。もう早く47都道府県終わらしたい、とりあえず。もうそれがね、去年できなくて、もうそれがもう僕の中に残ってるんで、まあ早く終わらしたいなというところです。では、YB さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。では。